30周年記念缶バッジ、手に入れました。12国旗の差し絵で、おなじみ、山田昭弘画伯が手掛けたデフォルメタッチのイラスト缶バッジ。書店でしか買えない限定記念グッズ。しかも、書店によっては、同系列でも取り扱う店が限られているようで、いくつか巡ったり問い合わせたりして、とうとう手に入れることができました。コンプリート目標の私としては、今から開封まで緊張です。せめてお気に入りキャラが来るといいな。十二国旗とは、いわゆる中華風ファンタジーになるけれど、今時のライトノベルと違って、骨太の人間ドラマを描いた小説。もともと、女子中高生向けのホワイトハート文庫から出版されていたけれど、その人気と内容から完全版と銘打って、新潮文庫版として改めて出版された経歴がある。2002から2003年に NHK でアニメ化され、その豪華な声優陣と共に、単なる異世界ものに止まらない重厚な内容で話題となった。中島陽子、KO 関氏。いきなり、普通の真面目 JK が、金髪イケメンに、土下座され、異世界に連れて行かれて。そこで、ハードなサバイバル生活を送る羽目に。サバイバル生活トラクションというネズミ姿の範疇との二人旅を経て、実は、この世界で12しかない国の一つ、渓谷の王様だったことが判明する。王様になった後も順風満帆というわけでは、なく、己の不甲斐なさに打ちひしがれながらも、前を向いて。より良い国を作ろうとする男前の主人公。おそらく、金波級では、さぞかし、宝塚歌劇団の売れっ子並みに、女官たちのアイドルだと思われる。景気、渓谷最後。薄い金色の長髪の、不愛想なイケメン。言葉足らずで不器用。いわゆるツンデレ。許すとおっしゃいは衝撃的だった。さらに一人サバイバルしながら、渓谷を目指す四皇ゼルダ姫を守るリンクのごとく、窮地を助けに来てくれるのかと思いきや、自身が敵のボスキャラに捕まって、陽子に助けに来てもらうという謎のヒロイン属性もあるが、なぜか、大輝にだけは、優しいお兄さんぶりを発揮。その優しさ、陽子にも振る舞ってあげてください。楽春。人とネズミの両方の姿を持つ半獣で、普段は、楽だから、と、ネズミの姿で過ごしている。雪倒れの陽子を救った。穏やか。ほたほたと歩き、しょげると、ひげがしおしおと下がる。とにかく癒し。とにかくみんなから好かれている。努力家で前向きな性格。実は、大学にも一発入学できるほどの知性と知識を持っている。広告出身ながら、半獣を差別するお国柄のため、
現在は遠国の大学で学んでいる。役人となって母に楽させたいと思っている。きっとそう遠くない未来に大学卒業後の楽春をめぐり、エントケイトでガチンコバトルが繰り広げられるであろうことは想像に難くない。かなりのお人よしでもある。大輝、大国裁保、あざなは小売。大国の麒麟。日本での名前は高里かなめ。太陽行商が名付けたあざなは小売。生まれる前に日本へ流され、人の子として生まれるが、実は常世の神獣麒麟だったことで。10年後に故郷へ戻り、麒麟として、作行僧を王に選ぶ。しかし、行僧が、王として、当局後半年で、金軍将軍の反乱で、麒麟としての角をえぐり切られ、名職を起こし、再び蓬莱へ流されることに。麒麟としては珍しい黒麒麟で、その尋常でない力で、東鉄を司令に下した。通常、麒麟は、金の髪に、紫色の瞳をしている。ひなの頃は、ひたすら、けなげ、無邪気でみんなに猫可愛がりされている。あのケーキにも大事にされているので、ヨウコも、自分へのあたりと大輝のケーキの人物表に差がありすぎてびっくりしてた。いろいろ麒麟として、規格外。作業嘘、太陽、現金軍佐軍将軍。霊利な造作に青みがかった銀髪、深紅の瞳が特徴。軍人だけに、姿勢も体格も良い。剣客としても有名で、1に、猿王、2に行僧と言われる。大国に麒麟旗が上がると同時に称賛したが、あまりの覇気に大輝がビビり、忠実までご無事でされてしまった。王なのに、忠ご無されてしまったのは、おそらく、行僧ただ一人だろうと思われる。アニメ版でも、制約時、散々、悪人顔でいじられてた。武骨で面白みに欠けると言われ、子供の扱いは増えてそうだが、意外と、大輝にはスパダリっぷりを発揮している。しかし、帰化の暴本後は、マリオにおけるピーチ姫のように、観葉山の穴蔵に7年間閉じ込められていた。しかし、騎手に弟子入りしていた際に習った方法で、DIY、なんと黒いスーグをゲットして脱出することができた。大輝の主らしく、こちらもいろいろと規格外。知り合ったばかりの10歳の子供に、死者の帰る山の名前を、いっそ不吉で縁起がいいと名付けるあたり中に病気質があると思われる。他にも、自分の機銃に、ケイトとラゴーという強調を示す星の名前をつけている。人格者で頭脳明晰、人望もあり、武人としても他国に鳴り響くほどの人物にも弱点はある。昇竜、猿王、蓬莱名は小松三郎直隆。瀬戸内水軍小松家の後継ぎだったが、戦いに敗れ、自暴自棄になろうとしていた矢先に同じ大家であった延喜六太と出会い、延国王として選ばれ、常世に帰還。荒廃した国を立て直し、その治世は、宋国に次ぐ500年に及ぶ。一見奔放で大雑把な印象を受け、側近からも王様なのにどやされたりいているが、チャランポランだが無能ではないとかなんとか、統治の腕は認められているが、好き放題言われてもいる。博打で、有金吸って、女郎屋で掃き掃除していたので当然か。遠山のキムさん的なイメージもあったり。王として、最小限の被害で最大限の効果を、というような合理的な判断ができる。こちらも、自分の機銃に、玉と虎という名前をつけている。王様のネーミングセンスは、首相のスーグの名前が判明されていなければ、ガタ落ちだったであろうと思われる。六田、延喜、あざなはバカ。こちらも、大家で、大輝や酔う子と違い、なんと室町時代の生まれ。一見、やんちゃ少年の風貌をしているが、現在いる麒麟の中でも年長者。ちなみに、一番の年長者は、宋国の麒麟で、あざなは少将という。六田は、蓬莱で、京都の貧家に生まれ、慈悲深いと言われる麒麟の中でも、特に応仁の乱という大きな戦乱を経験したためか、特に争いを忌避する傾向がある。麒麟は、神獣で王に次ぐ地位の高官だが、何しろ、戦乱の世に貧しい家に生まれたため、言動は、他の麒麟と違って砕けた口調。自分の主である猿王氏、昇竜にも軽口を叩いている。